こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は、まあ、日本人を待っている厳しい未来ということでね、えー、最近何かと話題の年金だけじゃ暮らせませんの、まあ、話。まあ、今更小出しにしてきたというか、まあ、とうとう、ねえー、小出しにしとかないとまずい時期なんで小出しにし始めたのか、わ、まあ、かりませんけど、まあ、2000万円の積み立て不足があると、ね、えー、自分で2000万は用意しないと足りません。 それに対してね、えー、そんな無責任だと、年金返せとか、なんか代案できちんとしたね、えー、生活をできる案を提供しろとか、いろいろとね、気、え、丈、ー、の空論が繰り返されてますけど、まあ、現実問題、ね、働く人が少なくて老人ばっかりになってしまった、今の状況で、まあ、誰が何やったってどうにもなんないというのがね、現状かなという気がします。 まあ、それじゃどうすんのってことなんですけど、まあ、結局、まあ、年金は当てにならない。ね。えー、じゃあ、貯金をしますか。いや、でも、こんだけのね、えー、負債をえ抱えている日本という国が、インフレと無縁でいられる可能性は、天文学的に低いんでね、まあ、預金をしても当てにならないと。まあ、自分で稼ぐ力をつける必要があります。で、なかなかね、この2000万円の積み立て不足とか、 まあえー、いろいろ言われてることで、まあ、なんかすごい楽観的でね、インフレとか考慮せずに、えー、年金もね、えー、預金も、えー、インフレ全く考慮せずに、議論が進んでますけど、そもそも日本はね、インフレターゲットと、もインフレにしますと、えー、宣言してるわけですから、まあ、例えば高度成長期であった、まあ、30年の物価が16倍になるという程度のインフレはね、まあ、むしろ望ましいと。 まあ考えてるんでしょうね。えー、じゃなきゃ国債返還できませんからね、今のまま、えー、デフレが続いたんだと。で、そう考えると、今話題になっている2000万円の積み立て不足、ねえー、仮に30年間で、えー、16倍になる、えー、インフレ率、年率9.7%、ね、福井で9.7%で増えると、えー、2000万円が、ね、30年後には16倍の3億2000万になるということなんですけど、まあ、こうなったらどうなるかと。 これね、2000万円を、えー、貯金しとくと3億円に増えるというふうに考えるようにですね、3億円ないと現在の2000万円と同じものは買えないと考えるのが正しい。だから、この30年で16倍という、ね、インフレ率になった場合は、積み立て不足は2000万じゃなくて3億円ですという話です。どうやってサラリーマンのね、障害年収から経費を引いたら、えー、もらえてない金額を貯めるのかということなんですけど、 ま、この数字を見るとね、いやもう貯めるって無理でしょうと。年金もまあ当てにはならんでしょうというのはわかる。まあ、別の言い方をすると、30年後の2000万円は現在の125万円の価値しかないと。ね。今手元に125万円あって、あとはちょっと年金もらってね、えー、これでじゃああと40年、あるいは30年暮らせますかと言ったら、いえいえ、その125万円、スズメの涙とか焼け石に水だよね、ということしか、 言えないというか、まあ誰が考えてもそういう状況になると思います。で、しかもこの30年で16倍っていうインフレ率は、高度成長期という、まあ日本がうまく運営されてた時のインフレ率で、まあ考えてもこのありさま、ね、どうすんのという形ですからね。まして、今日本は世界一の浪費国家。何言ってんの日本人貯金してんじゃんって感じなんですけど、消費渋ってんじゃんって感じなんですけど、 国に関して言えば、日本は世界一の浪費国家、アメリカも、ね、日本にはかなわないという国なんでね、まあ、正直その反動でインフレが一旦始まっちゃったら、この率で進む可能性低いかなという気がします。例えば、ね、ベネズエラ、今すごいインフレ率のベネズエラね、なんか南米ですからね遠い、遠い国で日本には関係ないっていう気がするんですけど、まあ、実はそうじゃなかった。 比べてみると日本とベネズエラすごく似てる、ねえー、失われた30年を経験したベ、ね、ネズエラの経済は完全に石油に依存している、ね、96%が石油で貧富の差が大きくごく一望の層に富が集中しており国内には膨大な貧困層を抱えるとまた農牧業の生産性は低く国内産業も貧弱だったために食料品を含む生活必需品の多くを輸入に頼る これはもう日本とそっくりです。ね、日本の場合はね、同じく、まあ、失われた30年を経験したと。で、日本の経済、石油も何もね、もう輸出するもんって何もないですから、まあ、要は、えー、安価な労働力というもんしか、まあ、日本には輸出するようなもんがないと。 いやいや、メーカーたくさんあるじゃんって思うんですけど、国内にすでにね、大きなメーカーなんてないですから、まあ実際問題、海外で作ったものを市場に流してるだけなんで、日本からの輸出は実はしていないと。さらに貧富の差が非常に大きく、これなかなか感じにくいんですけど、日本の場合個人じゃなくてね、企業は金持ち、社員は貧乏人というような図式ができている。あるいは大企業は内部留保がふんだんにある。 ね、中小零細企業は、えー、吹けば飛ぶような、えー、貧弱な企業しかないというのを考えると、まあ、むしろ日本のこの類似点ベネズエラとの類似点を考えると、まあ、ベネズエラのが前提条件良かったのにとんでもないことになっていると、ねえー、現にほんの4年前まではベネズエラ幸福度ランキング23位、ねえー、3年前までは44位と日本より国民は インフレは多少進んでも暮らしやすいなと思ってたのに今どうにもならない状態になっているということを考えるとね本当に日本人の場合は稼ぐ力、特にねそういう厳しい市場で稼ごったってもうなかなか難しいんでまあ輸出して稼ぐ力をつけないと厳しい未来が待っていると逆に考えると安価な労働力と。 高品質な商品がまだあるわけですから、今のうちに輸出で稼いで、稼ぐスキルを身につけるというのはね、逆にこう不幸を逆手に取ったねいい作戦、逆にそれをやるしか助かる道はないのかなというような気がしますので、日本人なら今のうちに輸出のスキルを身につけることをお勧めします。このサイトね、一番上にこう行くと、ここに。 無料アマゾン室メールセミナーというのがあります。こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください。無料で輸出ビジネスのスキルが身につく情報が届きます。今この動画を YouTube 動画で見てる方は、まあ、動画の説明欄にね、このメールセミナー登録 URL が貼ってありますんで、そちらをクリックして無料メールセミナーを受講してください。日本人は輸出で稼ぐスキルが必要です。また、 日本人に生まれたのに輸出で稼がないのは損です。以上、副業サポーター堀秀夫でした。